遮光器土偶は宇宙人ではニャンニャンニャかった。博士、農業が始まったのは弥生時代になったからで、縄文人は工作をしなかったという人がいますが、本当ですかね。木の実から芽が出るのを見たら、縄文人だってそれを植えようと考えなかったはずはないと思うのですが。そうじゃの、長野の諏訪で古本屋を営みながらアマチュア考古学者として活躍した藤森栄一という人がいての、縄文時代には栗を中心とした農業があったと主張していたのじゃ。じゃあやはり縄文人は木の実を植えたりしていたのですね。わしも多分そうだと思う。なぜなら自然の森林の中で普通栗の木の本数というのはせいぜい 5% くらいしかないのだが、青森の三内丸山遺跡はほとんど栗の木に覆われていたということが花粉分析の結果分かっているのじゃ。栗の木がそこまでの密度になるということは多分栗の栽培が行われていたと考えることができるな。三内丸山遺跡からは直径1メートルもある柱が6本立っていたっていう遺構が発見され、その後そこに3階建ての建物が建てられました。でも柱だけで屋根がかかっていません。まだ工事の途中なのですかね。北海道の森町の青葉ヶ丘公園で直径1メートルほどの栗の巨木をたくさん見たのですが、どれもくねくねしていて、三内丸山の建造物のような長くてまっすぐの柱なんか取れそうもなかったです。本当に三内丸山にあんな高層建造物があったのでしょうかね。あそこに何が建っていたかはほぼ想像の世界じゃな。詳しい事情はよくわからんが、直径が1メートルもある柱だから高層建築物でも建っていたのかと判断したのかの。しかしそうして復元しようとしたが、国内ではそんなまっすぐの巨木は手に入らなかった。それでロシアから長尺の栗の木を輸入してあの建造物を建てたというわけだが、縄文人もロシアからまっすぐな栗の巨木を直輸入したのですかね。しかしまあ屋根が未完成というのはわしにもなぜだかわからぬの。栗の巨木が高くついたから予算が足りなくなったのですかね。考古学者のやることはまあそんなものかもしれぬな。中にはいい学者もいるわけだが。それにしても三内丸山遺跡にはあのような六本柱建造物の跡が20以上もあるのですね。当時も建築バブルみたいのがあったのですかね。数の多さにも驚くが、わしが注目しているのは六本柱の建てられた方向じゃよ。20以上もある六本柱のすべてが冬至の日、その中心を太陽光が通過するようになっておる。そしてその延長線上にあるのが津軽の岩木山なのじゃ。でわしは三内丸山の六本柱の重要性はその点にあると踏んでおる。なんとなんと驚くなかれ、いわきとはアイヌ語で魂の帰るところという意味があるのだな。アイヌ民族にとっては6という数字は聖なる数なのだが、縄文人も同じだった。霊魂を2匹のマムシと信じていた縄文人は、1匹のマムシは3つの玉を有し、オスとメス、2匹のマムシを合わせた6つの玉が人間の持つ霊魂に相当するという思考を持っていたのじゃ。生きている人間の体の中では、6玉は3玉ずつに分割され、
死後あの世に行くとその六玉は絡み合うのだ。三内丸山の柱の数も六ですが、霊魂と何か関係があるのですか？おお、よく言った。なまじよい大学を出た考古学者よりも玉の方が優秀じゃの。わしはあの六本柱は魂の六玉と同じ意味だと考えておる。冬至の日の太陽が六本柱の間を通過すると、太陽の光で六本柱は三本と三本に分けられる。それは絡み合う六玉が再生に際し三玉ずつに分割されるのと同じ意味だというわけじゃ。冬至の日は太陽の光が一年で一番弱くなりますね。だから冬至は死を表しているという話を聞いたことがあります。しかしの、冬至を境にまた太陽の光は強さを増していくわけだ。つまり生命力の復活じゃ。冬至の太陽光が六本柱の間を通過するということは、絡み合う六玉が三玉ずつに分割され生命としてよみがえるという意味なのだと考えれば、すべて辻褄が合ってくる。六本柱がどんな建物だったかなんて関係ない話ですね。いやいや、むしろ六本柱に屋根や壁がついていたら柱と太陽光線との関係が確認しにくいだろう。もし本当に屋根や壁の復元計画があって、それが資金不足で頓挫したのなら、その方が良かったというわけだ。偉い偉い先生方に感謝感謝感謝じゃな。